先月6日、札幌圏を中心とした大雪によって、JR は8日間にわたり、延べ3500本以上が運休し、およそ55万人に影響が出ました。また21日にも札幌駅発着の全列車が始発から運休するなど、大規模な交通障害が立て続けに発生しました。JR 北海道の島田修社長は、きょう鈴木知事のもとを訪ね、大雪対応の改善策について中間報告を行いました。除雪対して、改善策のポイントは、やはり外部の応援をいかに要請をしていくかということになります。具体的には、カメラなどによる降雪状況のモニタリング強化に加えて、札幌新千歳空港間では除雪車両を2台増やします。さらに除雪に関しては外部の人材も動員できるように体制を見直すということです。JR 北海道では今後も関係機関と連携しながら災害レベルの大雪対応について検討を進めていく方針です。